青学への逆転合格なら青学専門塾。法政大学、経営学部経営戦略学科です。僕は法政大学はエスカレーターで、僕付属高校付属だったんで、高校でそのままエスカレーターで上がっ入ってきたんですけれども、高校選びの時にやっぱ法政大学とかそういうことを考えてなくて、正直まあ偏差値で僕は見せて、高校の偏差値が法政大学第二高等学校は70って書いてあったんで、まあ、僕サッカーやってたんで、サッカーが強くてできれば頭がいいというか偏差値が高いところに行った方が、まあ将来的になんかまあ、就職とかにも役立つかなと思って、まあ、正直言っちゃうと僕の地元はあんま実際学力的には良くなくて、その中でもやっぱ法政二高っていうところに入ることによって地位というか、なんか上から目線というかそういうことできるかなと思って僕は選んだんで、まあ、あとまあ何よりも受験っていうのが書類選考って言って、本当もう中学校の内申っていうのを取れば、高ければ高いほど高ければ入れるっていう感じだったんで、まあ、そういう意味で楽だなと思って僕は入りました。僕の性格からして、あんま周りと同じがよ同じっていうのがあんま好きじゃなくて、僕いろいろファッションとか結構好きなんですけれども、やっぱみんないわゆる量産って言われる格好とかが今多くて、できれば僕はその中で自分の個性というか、あんまみんなと被んないようなことをしたくて、まあそういう意味で勉強に関しても、やっぱみんながあんまりそこまで偏差値っていうのが高くない高校とかに行ってる子がいる中で、やっぱ自分も同じようにそのまま行くのではなくて、やっぱ自分はちょっと違い出したいというか、そういう意味で僕はまあ法政にこうっていうのを選んでました。僕自身もやっぱ勉強っていうのはあんま得意ではなくて、まあどちらかというとクラスの中でも正直まああんま上の方ではなかったんですけれども、まあ勉強しないよりもやっぱ勉強しすぎちゃった方がいいことっていうのはいっぱいあると思うんで、こんな僕でもやっぱまあ一応まああんま僕も言える立場じゃないですけれども、一応マーチの大学に入ることができたので、まあ僕から言うとすれば、やっぱスマホいじっちゃったりとか、テレビ見ちゃったとか、そういった言い訳をするんではなくて、もうしっかりと真摯に机と向き合って、自分のやるべきことは今何かっていうのをしっかり考えて、まあ、一生懸命とりあえず問題解いて、まあ、なんかあったら一回一旦休憩したりとかして、本当将来やりたいこととかそういうのは関係なくて、もうとりあえずひたすら勉強しまくれば、こんな感じで僕みたいに大学生になれると思うので、一生懸命勉強頑張ってください。青学への逆転合格なら青学専門塾。人間環境学部人間環境学科です。周りの友人とかの勉強に取り組む姿勢とか、あとは法政、僕は付属から来たんですけど、法政にとどまらず他の大学を目指すような、まあ、レベルの高い友人とかもいて、まあ、そういう友人を見ると、まあ、自分もっとやらなきゃなっていうふうに印象を持って、その部活とかもやってたんですけど、まあ、家帰って少しの時間とかに勉強したりして、自分の入りたい学部が選べるように高校時代は頑張ってました。僕がその刺激を受けた友人っていうのも、その部活の友人で、まあ、その高校時代の過ごし方とかも部活が大半だったので、まあ、同じ時間を過ごしてても、まあ、僕と学力に差があったり意欲に差があったりして、同じ時間を過ごしているのにそういう違いが生まれるのはやっぱり意識の違いなので、そういったところでその刺激を受けました。電車で登校してたんですけど、その電車の合間に、まあ、僕がそのやる気なかったとか時は、まあ、ちょっとゲームしたりとか、まあ、携帯見てると横でその英語の単語帳とか見てる子もいたりして、周りがその僕みたいなそのゲームとかいろいろやってる子が多かったら、僕もそこ何も変に思わずそのまま続けてたと思うんですけど、まあ、そこでなんかやらなきゃなって、なんか勝手にスイッチ入るような感じで、まあ、周りの人には結構助けられたってところは結構あります。今大変だと思うんですけど、大学生活が始まると、まあ、自分も時間も増えるし、まあ、部活とかもサークルとかも自分のやりたいこととかも増えると思うので、まあ、そういう未来が楽しいってことを想像して、辛い勉強もちょっと乗り越えて頑張ってください。青学への逆転合格なら青学専門塾。はい、グローバル教養学部1年生です。同じくグローバル教養学部1年生です。英語資格とか、あと私ハーフで、家でもともと英語を話したのと海外経験があったっていうのがあって、英語を話す環境に入る、なんて言うんだろう、なんか土台みたいなのがあったっていうのと、あと先ほど言った英語資格英検準1級と IELTS 6.0 を取ったことで、その入学への資格ができたと思っています。私の場合は、留学とかはしたことないんですけど、その小さい時から英会話教室とかに通わせてもらったり、同じになっちゃうんですけど、その英検小学校とかから受けとくと、なんか後々受験の時とか結構受験方式によってはその英語の試験の免除とかにもなったりするので、それも良かったかなって思います。
そうですね、法政大学のどの学部においても、まあ、英語は大事だと思いますし、特に私たちの学部がグローバル系なので、まあ、英語は必須で、まあ、英語外部資格系はもう絶対に早めに取っておいた方がいいと思います。いろんな大学を併用するときにもいっぱい使えると思うので、やっぱ資格、外部資格、英語資格は必要だと思います。なんだろう、なんか長期的に何かを頑張るっていうのはすごい苦手なタイプなんですけど、もうなんか大学行けたらもうなんか終わりじゃないけど、なんか就職につながる何かの土台ができるわけじゃないですか。だからそう、なんだろう、先につながるものがあるところに行けるって思ったら、長期つってもだいたい1年ぐらいじゃないですか、超受験勉強頑張るみたいなのが。だからそれぐらいなら1年間ちょっと頑張ろうって思って頑張ってました。私の場合はなんか本当に何か目標がないと頑張れないタイプなので、これできたらなんか自分にちょっとご褒美あげようとか、本当超小さなこと、なんか好きなアイドルのなんか CD 買っちゃおうとか、そういうちっちゃいなんかご褒美みたいのを作るのもいいかなって私は思います。自分はもう絶対無理っても今から決めつけずに、私もなんか最初法政大学は絶対無理って思ってたけど、何か目標を決めたら絶対できるので、もう諦めずコツコツ勉強頑張って絶対受かってください。多分結構辛いこととか、その模試とかも多分受けるから、それでその落ち込むのは別に悪いことじゃないし、それをなんか落ち込んでずっとそれ落ち込んだ状態を続けるんじゃなくて、そこで切り替えられたらもう自分の強みになっていくと思うので、時に休んで頑張ってくださいって思います。青学への逆転合格なら青学専門塾。